ーークに暮らした。銃声を聞いた。目の前で大きなビルが崩れ落ちた。9月11日、日常が壊れたあの瞬間、感情の置き場を失った。そして銃が僕を駆り立てた。共存する生と儚さ、混在する悲しみと興奮。極限の先にある美しさ。アンビバレンスの表現者、中村浩太。